ただ、右側奥合津は、福島県合津地方のほぼ南西半分、合津盆地西部の七折峠より西、または盆地南部の博士山より南の山間地である地域を言う。もともと奥合津という表現はなかったが、合津地方が観光地化されるのに伴い急南山を蔵、入地付近を合津盆地や山群と区分する必要から呼ばれるようになったと思われる。ただ、 南合津地方は、実質的に関東に近く、野岸鉄道、東武鉄道ルートが開通して、あとは合津高原という表現が多用されているため、ここでは、阿賀川の市竜田並川沿いについて述べる。西合津町は、山群であるが七折峠より西に位置するので、奥合津に含めることもある。 小宅湖とその周辺越後山脈の一部をなし、国内でも有数の豪雪地帯であることから、アバランチェシュートと呼ばれる、急旬な崖が、只見川沿いに発達していて、秋には、奥、合図を東西に貫いている JR 只見線と、紅葉、川物見事なコントラストが形作られる。ただ川及びその支流である稲川、野尻川の流域沿いには、柳津町、三島町、 金山町、昭和村、只見町、日野江又村及び南会津町の自治体があり、只見川電源流域振興協議会を構成している。国内でも有数の豪雪地帯であるとともに、水力発電による電源地帯であるため置く藍津の自治体の多くは、只見川の電源開発とともに発展してきたが、現在は超高齢化と過疎化が進み限界集落も、 数多く抱えている。しかし、江戸時代以前から、藍津藩と越後、上野、下野を結ぶ、交通の要所であり、各街道沿いには、宿場も整備されていた。日野江又村以外の自治体は、過疎地域自立促進特別措置法による、過疎地域に指定されている。尾瀬国立公園、越後三山ただみ国定公園、ただみ内津県立自然公園と、2014年に、 指定された、ただみユネスコエコパークを要する。ただみユネスコエコパークは、福島県西端、新潟県の県境近くに位置しただみ町全域と、日の江又村の一部にまたがる78,032ヘクタールの生物圏保護地域で、原則立ち入りを禁止する、革新地域、立ち入りが可能な、干渉地域 A、干渉地域 B、人が生活する移行地域に分けられる。 このうち、ブナの天然林400平方キロメートルは国内最大規模とされ、山間地の豪雪地帯が育んだ自然と文化が共存する地域が世界的に貴重と評価され、北海道、東北では初の指定となった。JR 只見線にこれをデザインしたラッピング機動車や代行バスも運行されている。テーマは、豪雪がもたらす。 厳しくも豊かな自然環境とそこに生きる人々であり、周囲は合図朝日岳、浅草岳など1000メートル級の山に囲まれているため、平地ですら3から5メートルもの積雪になる、文字通りの豪雪地帯である。それゆえ舟林など、落葉紅葉樹が育つ環境でありながら、地質的な要因と、毎年繰り返される流れにより元岩が露呈、急旬な接触地形となり、 それに適合したモザイク植生が生まれる。尾根図タには、北御用などの新葉樹林、斜面には、ミヤマナラなど、安定地にはブナ林谷沿いには土地抜き、沢ぐるみなどの軽半林が成立している。この変化に、飛んだ植生構造によりクマタカイヌワシなどの猛菌類はじめ、月のワグマ、日本カモシカや、日光岩菜、山椒王などが高い密度で生育している。 2014年6月指定。かやぶきにトタンをかぶせた、古民家が並ぶ風景ただみユネスコエコパーク。その理念と、概要合図の宿場 P10、P15 から16田島地域を除く地域。田島地域には、阿賀川本流が通る。ありがとうございます。